はい、おはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日は中学校で習う漢字ですね。こうむる、かぶるですね。説明をしていきます。まず中心を見てください。中心にこの川という字のほ、ここがかぶってきますですかね。なので、この衣辺を少し左側にスリムに書いてもらうといいと思います。真ん中までいかない程度ですね。であとここの部分とここの払いの部分がこう避けるような関係になりますので、ここもあんまりこう、豪快に書かないようにしてくださいね。はい、それではまずここポイントですね。このカタカナのねみたいな感じの点をこの中央に書きがちなんですけど、右側にずらしてください。ここの終わりとここの終わりを揃えてくださいね。少し点を右側にずらすとかっこよくなります。で右上がり、直線右上がりですね。でここも行ってすぐ払うんじゃなくて、ちょっと行った道を少し戻るような感じでやると、鋭くなってかっこよくなります。行き過ぎて少し戻ってこういう感じですね。はい、で直線一度押さえてここ長く、これが一番、低いですね。低い位置に来ます。はい、なので下まで引いちゃってください。でここ一度押さえて、でここですね、押さえる、一度押さえて払って押さえる。ここに合流させないようにしてください。こいつはこいつの肩に乗せるぐらいな感じですね。はい、でここ一度押さえて、ちゃんと押さえてくださいね。押さえたのが分かるように。でここ避けながら下まで行かないでください。避けるぐらい、はい、ここスペースいっぱい空いております。でここふっくら右上がりでギュッと行けるだけ鋭く戻って、でここの半分の位置ですね、この半のところを目がけて、頭同じ高さでいいと思います。一度押さえて、しっかり押さえてまっすぐ、これもあんまり長く伸ばさないように、ここのスペースあんまり空きすぎるとかっこ悪いので、それなりのところで止めてもらって、ここも右上がりですね。いいですかね、まっすぐじゃないですよ、右上がり。でここも先ほど出てきたちょっと行き過ぎて戻るような鋭く書くとかっこよくなります。いいですかね、ここ鋭く一度も行って行き過ぎて戻るような感じ。はい、で足はキュッキュッと3対2から、まあ、半々ぐらいにだいぶ近いですね。途中で角度を変えて払ってください。でここも下まで行かないように堂々と下開けてください。頭は揃えてください。はい、それでは書いてみます。点をここに揃えるように、シュッと行き過ぎて少し戻って払う、一度押さえてまっすぐ、一度押さえてね、で一度押さえてこう避けて払う、こうふっくら右上がり鋭く戻る、一度押さえて頭揃えて、でこう右上がりで行き過ぎて同じ道をたどるようにして鋭く、ここもピッピッと、はい、もう一度行きます。点をここに揃えます。ピッ、行き過ぎて同じ道をたどって鋭くですね、ギュッ押さえる、一度押さえて払う、ふっくら右上がりで鋭く戻る、でここ頭揃えて一度押さえて右上がりで行き過ぎて同じ道を通る感じで鋭く、ここ足が半ぐらいでしょうか。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録をお願いいたします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。